こんにちは。天馬アカデミー、堀秀夫です。諦める力、ねえー。なかなかこう、諦めるというのはね、ネガティブに捉えられるまあ、言葉なんですけど、まあ、この為末選手は、まあ、選手じゃないか、もう引退したから、為末さんはね、この諦めるということは、えー、決して悪いことじゃないというふうに、ねえー、非常にわかりやすく、えー、実体験をもとに、えー 解説してます。でその中のねいくつかいいなと思った言葉、まあ、現役生活を引退してどのような業種に進もうかと考えた時も僕は自分が勝てる場所をかなり意識したと自分が勝てる場所まあ勝ちやすい場所っていうのにこだわるといつやるか今でしょうのう林先生もね えー、大した努力をせずに勝てる場所で努力しなさいというふうに、えー、言ってましたけど、まあ、ちょうどね、同じようなこと言ってる。同じようなことっていうか、まあ、これは、えーまあ、ランチェスター戦略というんですかね、えーまあ、強い相手がいるところで、ね、一番になれないところでいくら頑張ったって一番になれないと。例えば日本人がいくら頑張ったって 100m で金メダル取れるわけないということをですね。 僕の今の目標は、勝つこと以前に生き延びることであると、ね。素晴らしいですね。なかなかスポーツ選手でこれを言える人はいないと思います。人間には変えられないことの方が多い。だからこそ変えられないまでま,までも戦えるフィールドを探すことが重要なんだと。ね、まあ、いちいち最も,もね、非常にね、わかりやすいな。なおかつビジネスの話じゃないんでね、えー、結構ね、えー なんだろう理解しやすいというか抵抗なく受け入れられるんじゃないかなという感じでね、まあ、非常にこうおすすめの本です。日本人はせっかくここまでやったんだからという考え方に縛られる傾向が強い過去の蓄積を大事にするというと聞こえはいいが実態は過去を引きずっているに過ぎないと思うと全くだという感じですね何を普通と捉えるかで人生は相当に変わると。 これもまあいちいちごもっともって感じですね。努力にはどれだけ頑張るか以外に何を頑張るかどう頑張るかという方向性があるということだと。こもう本当になんか、えー、経営哲学みたいなね、えーまあ、本当にいい話というか言葉ですね。自分のことを正確に認識しその自分が通用する世界をきちんと探す。 僕はこれが勝負の世界への入り口だと思っていると。100m いくらやったって金メダル取れっこないということでね、400m ハードルというところに進みましたけど、まあ、これは、えー、陸上競技だけじゃなくて、まあ、全てに通じる話だと思います、ね。輸入ビジネスや日本での転売を目指さず、輸出ビジネスを選択したあなたはセンスがある。 テスト販売して儲かると分かった商品に重点を置いて売れなかった商品を諦める。これを繰り返すことで儲かる商品が見つかります。もちろんね、ここからした為末さんの言葉であるわけもなく、私のまあ解説ですけど、まあ、買ってる場所はね、えー、見つけて、まあ、Amazon 輸出と輸出ビジネスというのにね、えー、勝ちやすい場所だというのをきちんと見つけて今取り組んでるわけなんですけど、あとはもうね、えー、この儲かる商品見つける やり方ですけど、ここでも諦める力がね、えー、必要で、儲かる商品見つかったと、ね。で、売れない商品はまあテストのために必要なもんだったと。まあ、売れない商品はあんまり気にせずね、儲かった商品の方をどんどん広げていけば、あるいは深掘りしていけばね、儲かる商品はどんどん見つかってきます。ま,あ、また、見つけやすい商品の区別をつけやすい商品ジャンル、ねで。見つけにくいジャンルでいくら頑張ってもなかなか、えー うまくいかないと。見つけやすいジャンルを探すというのが大切なんでね。まあ、そっちの方にも諦め力を発揮していただければというふうな形で思います。まあ、本を読むの好きな方はね、えー、これ結構おすすめですので、えー、一読されてはいかがでしょうか。そんな形で今日は諦める力、まあ、読んでみてね。まあ、なるほど、これはあのビジネスに通じる話で,で、なおかつビジネス書と違ってね、スポーツ選手の言葉で書いてあるんで、まあ えー、理解しやすいんじゃないのかなという形でね、えー、お勧めさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。